岩村町をスタートとして、これから岩村の町を紹介していこうとしているほおずきテレビジョンの、番組です。まずは岩村の駅に明智鉄道の電車が入ってくるところを撮影しています。駅員さんが赤い旗を振って、来ていいかどうかの多分確認なんかをしている駅ってちょっと珍しいかもなんて思いながら、駅のホームの様子はこんな感じ。新しい極楽駅っていうのができましたけど、この駅でも僕は降りたことはありません。反対側のホームはこんな感じ。僕は高校の頃通学していた時とほとんど状況は変わっていません。これから明智方面大正村に向かって電車は出発していきます。